名鉄も800系電車。名鉄も800系電車。名鉄も800型電車は、かつて名古屋鉄道、名鉄に在籍した路面電車車両。車両中央部分を低床構造とする部分低床構造の超低床電車である。美野町線、田上見線用に3両が投入され、2000年、平成12年7月より運行を開始した。2005年、 平成17年3月末をもって路線が廃止されたため、3両のうち1両は豊橋鉄道2乗とされ、豊橋鉄道も零零系電車2台となり、残りの2両は福井鉄道へ乗とされて、福井鉄道も800系電車となった。本校では、名鉄時代と合わせて遺跡後の状況についても記述する。本形式が投入された名鉄のは、 岐阜県の岐阜市と関市、美濃市を結んでいた路線である。ただし、投入前年の1999年、平成11年に、関市から美濃市内までの区間が廃止されており、導入時点では、関駅が終点であった。反対に、路線の起点は、岐阜市内の鉄名町駅とされていたが、大部分の列車が高見線経由で、高見ヶ原線の新岐阜駅、 2005年名鉄岐阜駅へ、海場へ乗り入れており、新岐阜駅と赤方面を結ぶ系統が主流となっていた。美野町線、田上線は、道路上を走る平用軌道区間も存在する路面電車線で、河川電圧は直流 600V を採用していた。一方で、鉄道線の各ヶ原線の河川電圧は直流 1500V であり、新岐阜駅へと乗り入れる車両は、 双方の電圧に対応する副電圧車に限定された。本形式投入以前の段階では、直通運転開始に伴って1970年、昭和45年に導入されたも600型と、1980年、昭和55年に導入された連接車のも880型が新岐阜赤方面間の直通列車に充当されていた。 しかしながら、先に投入されたも600型は、床面の高さがレール上面より1.0メートルという、高床式車両で、乗客の乗り降りに難がある上に、冷房化が困難であった。美濃町専用車両全体の冷房化が進む中で、名鉄ではも600型を冷房化、バリアフリー化を求める現代社会はそぐわない車両で、あると判断し、代替車両の本形式を投入することとなった。 本形式の開発当時、名鉄以外の路面電車事業者を見ると、熊本市交通局9700系、1997年導入や広島電鉄5000系、1999年導入といった車両が新造され、100%低床構造の超低床電車が普及しつつあった。この数星に鑑み、名鉄では新造車のコンセプトを これからの時代にふさわしい低唱車両としたが、車両の長さを14メートル級と想定し、既存の車両と保守面で互換性を持たせることを設計の条件としたため、長編成で特殊な台車や駆動装置を持つ熊本や広島で導入されたような車両の採用は不能であった。このような条件を満たすべく、本形式は在来車と同じ構造の台車、駆動装置を使用するボギー車ながら、 大社間の車両中央部を低床構造とする部分、低床車とされた。車両メーカーは日本車両製造。先行する超低床電車2形式は、日本国外で製造された、主要機器内し車両全体を輸入しており、国外の技術によるものであったが、本形式は部分低床車ではあるが、日本初の国産超低床電車である。導入数は3両。 801.802803で2000年、平成12年6月30日付で揃って、竣工した。心臓費用は総額5億1000万円。美濃町線ではも880系以来、岐阜市内線を含む岐阜地区の軌道線では1997年、平成9年から翌年にかけて導入された、市内線、伊比線直通用のも780型に続く。 心臓車である。本形式は全構成車体を持つ二軸ボギー車である。最大寸法は長さ14.78メートル、幅2.22メートル、車体高さ3.32メートル、パンタグラフ折りたたみ高さ3.88メートル。車両重量は18.9トン。 車体の構え体は一般構造用圧縁鋼材を主にプレス鋼板を使用した軽量構造で屋根や床板、腐食防止が必要なトブクロブなどはステンレス鋼板も用いる。車体長は車端のバンパー部分を除くと14.5メートルになる。両先頭部は半径25メートルの急カーブを通過するため長さ2.0メートルにわたって絞り込んであり。 車体正面の幅は1.66メートルと最大幅より左右28センチメートルずつ狭くなっている。前面窓は1枚の大型曲面棒曇りガラスを使用し窓上に方向膜、行き先、種別表示器を組み込む。前面窓両脇の側面絞り込み部分の内運転席部分には運転視界確保のため別に固定窓と加工窓。 オチと窓の2枚の窓を取り付ける。さらに後方確認のための手動を折りたたみ式、バックミラーも設ける。照明類は、倉下で、シールドビームによる全消灯と LED による微灯を左右一組ずつ設置。微灯はオレンジ色に発光する、続光灯も兼ねる。これらに挟まれた中央部に、上行中の文字を表示する点滅表示器を配する。下には、 車体より1 4トル突き出たバンパーがあり、ここに赤色、または黄色に発光する、青銅刀剣車服刀を組む。バンパー下には側面にも回り込む大型の排尚機がある。その側面部分にあるのは、床下車副刀で、運転台の方向指示スイッチを操作することで、ウインカーとしても使用できる。ドアは片側3箇所ずつ、計6箇所配置されている。 設置場所は車端絞り込み部分の内側4箇所と車体中央部2箇所。車端部分のドアは左右対称の配置であるが、中央部のドアはワンマン運転時の乗客の流れを円滑にする目的で、車体中心からそれぞれ43.5センチメートルずつ前後にずれた点対称の配置とされており、進行方向左手では後寄り、右手では前寄りになる。 前後のドアは幅 75cm で3枚折りドを中央ドアは幅 120cm で両開き引き戸をそれぞれ採用する。ワンマン運転に際しては中乗り前振り方式を採用していることから中央のドアが乗車用、前後の運転台側のドアが降車用である。先頭部の形状からドアを全開にした場合後部ドアが運転席バックミラーの四角に入るため、 前後のドアは乗降客を感知してブザーを鳴らす赤外線センサーを持つ。側面窓もドアと同様に天体称の配置であり、進行方向左手の場合、前側のドア間に3枚、後ろ側のドア間に2枚の窓を配する。右手では前後逆。側面窓を合わせ、ガラスを用いたユニット窓で、 基本的に幅 120cm、高さ 95cm のサイズだが、中央ドア右手の一枚は、幅が 178cm と大きい。この窓の未上部を内側に倒す形で開閉が可能。名鉄時代の車体塗装は、貴重色が白、ライトグレー、窓周りがダークグリーン、車体裾がライトグリーンであり、名鉄のイメージカラー赤色。 名鉄スカーレットは採用されなかった。新型の低床車両ということで斬新で清潔なヨーロッパ風の塗装とし、爽やかなイメージとして人と地球に優しい交通機関であることを表現しているという。本形式は部分低床構造の車内が特徴である。高い床部分は台車上から車端まで、すなわち車両両端の 各3.09メートルの内運転台以外の部分であり、レール上面からの高さは72.0センチメートル。一方、低床部分は車両中央部、車体中心から前後各1.16メートルの範囲で、レール上面からの高さは42.0センチメートルとなっている。高床部分と低床部分は階段ではなく10%の勾配のスロープでつながれる。 この10%の勾配は他の電車のスロープにも採用されており、電車車内に1 0のスロープを設置支給ブレーキ時の立石客の安全性などを検証した結果問題点がなかったことから本形式でも採用された。中央の乗車用ドア部分は20%のスロープによってさらに床面が下げられており、ドアと連動して展開されるドア外のステップは レール上わらから 38.0cm の高さとなっている。この結果、ドアステップと停留場のホームとの段差は 7.5cm に抑えられている。さらに、付属する引き出し式補助板を用いることでこの段差を完全に埋めることもでき、車椅子利用者の乗降に対応する。このように乗車口の段差を解消することで乗車時間の短縮を図っている。 前後の校舎ドアについては同様にドア外ステップがあり、レール上わつら高さ 32.0cm の最下段と高床部分の間には高さ 20.0cm の段差が2段残る。段差が残るのはワンマン運転時に運転手が運賃の収受などを行うことから低消化に関わらず迅速な校舎は望めないとの判断からである。またドア開閉を知らせる。 ドアチャイムの装備もある。車内にスロープがあり、ロングシートは適当でないことから、座席はクロスシートが基本である。クロスシートはドア間に5列ずつあり、通路を挟んで2人がけ座席と1人がけ座席が並ぶが、両運転台よりの角2列は両側に1人がけ座席が並ぶ。座席は両運転台よりの角2列は、それぞれの運転台方向を その他はそれぞれ車体中心方向を向く。中央部、乗車用ドアの向かい側のみ、ロングシートが配置されており、2箇所の打ち方側、パンタグラフ設置側は、車椅子スペースを兼ねるため折りたたみ式の座席となっている。座席定員は30人で、立席を合わせた、車両定員は72人である。天井についても、床と同様に工程があり、 高床部分は床上2.1メートル、低床部分では床上2.2メートルと差がある。天井には中央部に2列の冷房を吹き出し、その両側に照明を配置。また、乗客の安全のため高床部、低床部には吊り革が反対に、スロープ部分にはスタンションポールが多く取り付けられている。窓のカーテンはフリーストップ式ロールカーテンを採用。 荷棚は一部座席上のみに設置されている。車内は明るい空間とするため、内張りの化粧板にはライトグレー系の明るい色彩を採用。座席の生地は明るい青色を主体に黄色、大々色のペイントタッチ模様が入るものとした。またスタンションポールも視認性の良いローズピンクで塗装されている。台車は車体重量を心皿と両側側受けの三点で支持する。 ボルスターンカー付きインダイレクトマウント方式のボギー台車を装備する。も880系以降で採用されている台車が設計のベースとなっており、乗り心地向上を目的とする空気バネ方式の枕バネが共通するほか、メンテナンスについて互換性を持たせるためペデスタル式軸箱持ち装置や一モーター編軸駆動といった要素を引き継いでいる。形式名は、 FS-567 型で、メーカーは、住友金属工業。独特な点は、外側の道輪と内側の樹軸で車輪の大きさが異なる、異形車輪台車であることで、車輪の直径は、道輪が 610mm、重輪が 530mm となっている。内側の重輪を小径としたのは、スロープ部分を車端方向へ寄せて、 低床部分を可能な限り広く取るため、動輪も床面を極力下げるために、在来車両よりも小型である。固定軸距は 1600mm。台車側面には走行時周囲に圧感を与えないため、またブレーキ周から生ずる鉄粉の飛散防止のため、台車カバーが取り付けられた。台車カバーは、車体と同じ色で塗装されており、車体と一体となるようデザインの工夫がなされている。 主電動機、制御装置ともに、メーカーは三菱電機である。主電動機は、メガバイト -5090A 型、自己通風式カゴ形3小誘導電動機を、台車1台につき1台、すなわち1両につき2台搭載する。1時間定格の出力は 60kW、電圧は 440V、電流は 107A、回転数は 1510RPM である。 駆動方式は WN 継手で,で同軸を駆動する WN 駆動方式を名鉄で初めて採用している。歯車比は5.6。制御方式は VVVF インバータ制御方式であり、1台の制御装置で両方の主電動機を制御する1 h c に M 方式を採用する VVVF インバータ制御方式の採用は、 600V 線区においてはもう780型に続く、20。制御装置の形式名は、MAP-062 から 15V91K。イベット阻止による2レベル、電圧型 PWM インバータであり、美の町線、田上線の河川電圧 600V 及び、鏡ヶ原線の河川電圧 1500V の双方に、対応する副電圧仕様や、空転対策の低加速スイッチ。 勾配での起動用の勾配起動スイッチを持つなどの特徴がある。副電圧仕様については、電圧による主回路つなぎの変更はなく、ソフトウェアでインバータの制御係数を変更することで、出力電圧を同一とし、副電圧に対応する。制御モードの切り替えは電圧切り替え地点、デッドセクションの通過を検知して、自動的に行われる。 設計最高速度は6 0 k m 時だが、名鉄線での営業最高速度は4 0 k m 時に止まる。ブレーキは、運転時の操作性やメンテナンスに配慮して、在来車と同様の空気ブレーキを採用。ブレーキシステムは、MBSR 型電気指令式、電磁直通空気ブレーキを用いる。主電動機による回線ブレーキと併用され、 大荷重装置や保安ブレーキも付属する。MBRS 型ブレーキの採用ももう780型と共通する。台車に設置された空気ブレーキ用の基礎ブレーキ装置は、片押し、敷踏み面ブレーキである。台車に2個ずつ、台車枠側両部分にブレーキシリンダーを取り付け、手小比により同軸と樹軸のブレーキ力を同時に制御する。基礎ブレーキ装置の構造上、 回生ブレーキの効く、同軸と空気ブレーキのみの受軸を個別制御できない。したがって、本形式では、粘着限界までは必要ブレーキ力を同軸の回生ブレーキのみで負担し、それを超える場合には回生ブレーキを絞り、絞った分を空気ブレーキとして、同軸、受軸均等に作用させるという方式をとる。運転台の機器は、 本形式に先立って製造されたも 780? 型を基本的に踏襲しており、左手側にマスターコントローラー、主管制御機、右手側にブレーキ制御機を配置するにハンドル方式となってる。ワンマン運転機器として、心臓時より、両替機付き運賃箱、整理券発行機、運賃表示機、自動放送設備などを備える。 これらの機器は運転士の負担軽減のため運転台で集中制御できる。ワンマン運転が前提のため、合図装置、新鈴や乗務員間インターホンは心臓時から装備しない。冷房は集中式冷房装置を屋根上に1台設置する。形式名は CU771A 型で、冷房能力は2万1000キロカロリー毎時。 客室内の冷房吹き出しは2列のラインフロー方式による。在来の直通用副電圧車も880型も870系の冷房装置は、河川電圧 1500V 区間、鏡ヶ原線内では作動しないという欠点があったが、本形式では補助電源装置が副電圧仕様のため同区間で作動する。暖房装置は、客室内クロスシート下に吊り下げ式ヒーター。 ロングシートに温風ヒーター、運転室に500ワット電気暖房器をそれぞれ設置する。補助電源装置は静止系インバータを設置する。形式名はメルシブマイナス7000系。装置は 600V1500V 双方に対応し、参照、交流 220V、単相交流 100V、直流 26.8V の3種類の電気に変換するものであり。 冷暖房用や照明機器用、制御装置用などの電源となっている。終電装置はシングルアーム式パンタグラフを世経側の屋根状に設置する。形式名は PT7120A 型でバネ上昇、空気加工式。これももう780型と同型である。心臓時に設置済みの保安装置として自動列車停止装置、M 式。 ATS、列車無線、デッドマン装置がある。本形式は部分継承者であり床下中央部に偽装スペースが少ないことから機器配置に工夫が多い。床下配置の設備はブレーキ関連の機器に限られる。スペースのある運転台床下には、赤液側に空気圧縮機、新岐阜液側にブレーキ作用装置や保安ブレーキ装置がそれぞれ配置されている。 スロープ部分床下も活用されており、圧縮機からの空気を貯める空気タンクが細長い、形状で作られ、ここに取り付けられている。一方屋根上には、通常床下に配置される制御装置や補助、電源装置、接触機などが置かれる。屋根上部分には機器を覆うようにカバーがあり、天井の高低差を目立たなくするデザインになっている。機器は一部客室内にも分散配置されており、 クロスシートの背面レッドスペース4箇所を利用して、ドアコックなどを収める機器箱を置き、中央部ロングシートの座席内にはバッテリーを収納していい。本形式は2000年、平成12年7月19日に新岐阜駅と新関駅にて発車記念式が開催され、同日より営業運転を開始した。投入線区は、美野町線、田上線と高見線に接続する。 かかみ原線の一部、新岐阜二電人間である。副電圧車であるが、副電圧機能の不要なミの町線、鉄名町駅方面に乗り入れることも、稀にあった。本形式投入に並行しミの町線の体質改善も進められ、車両面では連設車も870系に編成の、副電圧改造、冷房化が完了、新岐阜直通ルートの車両は残留するも600系1両を、 除いて冷房化が完成した。運転開始後、本形式は2000年11月に岐阜県による岐阜バリアフリー賞を受賞。ついで翌2001年、平成13年8月には鉄道ともの会のローレル賞を受賞した。ローレル賞受賞は、国外の連接式超低床電車とは異なる設計思想を持つ一両単位のボギー車を、 設計上の様々な制約の中で実現した点が評価されたためである。受賞を記念して8月5日に、新岐阜駅などでの記念イベントや、記念列車の運行が名鉄及び鉄道ともの会により開催された。本形式投入時、美野朝鮮新岐阜直通ルート、新岐阜、新関、関間の運行は1時間あたり上下各4本で、 あったが、2001年10月1日のダイヤ改正で、昼間帯について1時間あたり上下各2本に削減された。さらに翌2002年、平成14年9月、名鉄は、乗客減少が続く美野町線、田上線及び、岐阜市内線、伊備線、四路線を合わせて、岐阜 600V 線区などと総称するからの、事業撤退の意を沿線自治体にして表明するに、至る。 存続に向けた動きがあったものの2005年、平成17年3月31日限りで、ギフ6 0 0 v 1 0区はすべて廃止された。路線の廃線に伴い、最終日の2005年3月31日付で3両、揃って廃車された。結果的に、本形式は、ギフ6 0 0 v 1 0区に投入された最後の、新造車両となった。短期間に終わった。 名鉄在籍中で突起すべきことは、岐阜を離れて、福井県の福井鉄道に貸し出されたことである。貸し出されたのは8 0に、2001年10月9日深夜に、岐阜を出発し、翌日福井に到着した。福井鉄道への貸し出しは10月12日から11月4日まで24日間に、渡って行われたトランジットモール実験のためである。同実験は、 福井市の中心市街地に位置する JR 福井駅前、電車通りにて、市の、にぎわわの道づくり事業の一環として実施。期間中には、スマイル、トラムと称し、福武線の福井駅前と福井新駅、現、赤十字前駅、田原町駅の間において、それぞれ30分間隔で、シャトル電車が、運転さた。このシャトル電車に、800には、 福井鉄道に在籍するも560系562と共に重当された。福井鉄道は当初802ではなくも570系575を名鉄から譲り受けて使用する予定であったが古い車両では社会実験の効果が薄れるとして急遽デビューから1年余りの新車を借り受けて使用した。実験終了後、802は直ちに岐阜へ返却されている。 名鉄味の挑戦の廃止に伴い、本形式3両のうち1両、801は豊橋鉄道に譲渡された。形式名は、もう800系のままで、車両番号も801で変更はない。赤岩口車庫への搬入は2005年4月26日、同年7月11日に豊橋鉄道において竣工した。 801が移籍した豊橋鉄道の東田本線は、愛知県豊橋市を走る路面電車線である。名鉄の岐阜600ボルト線区の配線に伴い、801、とも780計7両の、計8両が、豊橋鉄道へと移り、旧型の在来車を置き換えた。入線に際して赤岩口の自社工場にて、 改造されたが、内外装の変更点は、車内の後車合図ボタン追加程度で、塗装は変更されていない。営業運転の開始は2005年8月2日。同日、豊橋市市政志向100周年を記念する、豊橋100歳の最初のイベントとして、駅前停留場にて801の発車式が開催された。本形式導入により、豊橋では、 低床車両の有用性が知られるようになり、2008年、平成20年の100%低床構造、超低床電車 T 線系相性、ほ、トラムの導入につながった。東田本線における、ワンマン運転方式は、前側のドアを乗車口、中央のドアを降車口とする、前乗り中降り方式をとっており、名鉄時代とは逆である。2011年、 平成二十三年二月十一日の IC カード乗車券マナコ運用開始に伴い IC カード対応運賃箱や旅客案内ディスプレイが車内に設置された二千十一年五月八百一は車体に防犯や交通安全を呼びかけるメッセージや愛知県警察のマスコットこの波形部が描かれたラッピング電車安全安心号となり十一日に 駅前停留場にて出発式が開催された。さらに翌2012年、平成24年4月にはパトロールカーをイメージした白黒の車体塗装のパト電車となり、10日に同じく駅前停留場で出発式が開かれた。東田本線のうち、伊原より運動公園前へ分岐する支線には分岐点に半径11メートルの急カーブが存在する。 本形式はこのカーブを曲がれなかっため、最小曲線半径は25メートル、同区間を通過しない駅前茨、赤岩口間のみの運行に限定されていた。2018年、平成30年になり、801には茨のカーブを曲がれる、要改造する R11 対応工事が赤岩口車庫にて施行された。具体的には、台車側受けを大きくする、 車体の高さをわずかに上げる、台車カバーを外すといった改良工事である。竣工は3月30日付で入線試験を経て、同年4月3日より支線への入線を開始した。これにより、同支線に入線できない車両は T 線型のみとなった。また改造前の同年2月にも780型と同様に室内灯が LED 照明に変更されている。 名鉄みの挑戦の廃止に伴い、本形式3両のうち2両、802.803は、福井鉄道2乗とされた。形式名は、も800系のままで、車両番号も802.803で変更はなく、福井鉄道では801は、欠番となっている。2両のうち802は前日の通り2001年に、福井鉄道に、期間限定で貸し出された車両である。 またも880型とも770型も、名鉄から、福井鉄道へと渡った。福井鉄道への譲渡に先立ち、名鉄に付見尺において、福井鉄道仕様への改造工事が実施された。改造内容は、塗装変更、方向膜、自動放送の交換、自動列車停止装置の交換、M 式 ATS から、位鉄道仕様へ、列車無線機の交換、それに、 電圧転換器の撤去である。車体の塗装は白、青、緑、黄緑の4色からなる新しいもので、それぞれ福井の雪、海、山、のをイメージしているという。工事終了後の2005年9月28日、第一陣として、西武西駅、現、北府駅の福井鉄道車両工場に802と770系2両が到着。 803は30日に到着した。福井鉄道における竣工は、同年10月19日付である。802.803外席した福井鉄道の福竹線は、福井県の越前市、旧竹尾市、鯖江市、福井市を結ぶ 20km 余りの鉄道路線で、福井市内の一部に、道路上を走る平用軌道区間があるという特徴を持つ。車両は、開業時から、 鉄道専用の高床車両が主力で、ドアに乗降用のステップを取り付けて、平用軌道区間に直通させていた。長が名鉄から、低床車両3形式を譲り受けるのを機に、鉄道線区間の駅、ホームを切り下げ、ホーム高さは 88cm から 32cm へ、前線で低床車両を運転することとなった。車両の購入。 改造とホームの改修に要する総事業費は約3億8、0円と見込まれたが、福井鉄道では国、県、沿線自治体から補助金の交付を受けることで、この事業を実施、車両の整備と並行してホームの整備を進めた。本格運転開始に先立ち、福井鉄道では新型車両を積極的に宣伝するため、2005年10月15日の 鉄道の日イベントにおいて803を使用した西武製駅構内の試乗会を実施した。続いて21日から11月3日にかけての国民文化祭福井2000の期間中に平洋軌道区間の内福井駅前田原町間のシャトル電車に803を投入し、初めての営業運転を行っている。ホーム改修竣工後の2006年、平成18年4月1日より、 福武戦前線における提唱車両の営業運転が開始された。当日は、まず770型による記念列車が招待客を乗せて、竹尾新駅、現越前竹尾駅を出発、ついで提唱車両による最初の定期列車として802が同駅を出発した。他の車両も同日に順次営業運転へ投入されている。本形式を含む、 低床車両の運転開始により、旧型の高床車両は順次淘汰されていった。福井鉄道における運用の特徴として、収容力が小さいためラッシュ時を避けて使用される点が挙げられる。また2016年、平成28年3月から、福井鉄道福竹線と越前鉄道三国あわら線の間で、相互通運転が開始されたが、本形式はも880型と、 同様直通運転列車には使用されない。ワンマン運転方式は、名鉄時代と同じ、中乗り前振り方式。ただし、無人駅に限るであり、ワンマン設備は、名鉄時代のものをそのまま使用している。豊橋鉄道と同じく、福井鉄道でも本形式の遺跡後に100%低床構造の、超低床電車が導入された。海線形、相性、ロムがそれで、 2013年、平成25年より運転を開始している。同形式は2016年、平成28年までに4編成揃えられた。海鮮継続日の一方で、収容力の少ない本形式は、乗客増加で運用しにくくなったことから、2018年度からの福井鉄道交通圏地域公共交通網、形成計画実施による補助金減額を機に、 経費削減の一環として運用から外すこととなった。本形式の離脱で福井鉄道の車両は17編成から15編成へ削減される。運用から外れた本形式2両は豊橋鉄道へ転出する予定。雑誌記事、書籍。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。